はい、どうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回ですね、解いてて楽しい慶応義塾大学の図形問題解説していきます。まあ図形問題はですね、パズル的な側面が強いので解いてて楽しい問題が多いんですよ。ただ一方でパズル的側面が強いがゆえにセンスがね必要なんじゃないかって思ってる方も多いんじゃないでしょうか。ただ図形問題はですね、最低限の型があるんですよ。その型、解放パターンをしっかりと押さえれば図形問題も得点源にすることができるわけなんですね。ということで今回ね、そういった型っていうものを意識しながら学んでもらえたらいいなと思います。それでは問題。この図形において A から D の半径が1の時、半円と円 E の半径を求めようと、こういう問題ですね。まあこのね、図形、形としてすごく面白いですね。ただ、まあこれごちゃごちゃしてて、どっからね、手をつけていいかわからないっていう方もね、多いんじゃないでしょうか。ということで、そういったね、図形問題の時に考えるべき最低限の型、解放パターンっていうものを考えていきましょう。これね、この問題においてはですね、もう鉄則があって、接している円があれば、その接点と中心を結んであげてくださいねと。まあこのね、図形見てあげたら、ここでね、この半円と円がね、接しているなぁだったり、ここの部分で円と直線が接しているなぁとかね。まあそういったね、接する場所がたくさんあるわけですよね。ということで、まあ接しているっていう条件をうまく使うためには、接点と中心を結んでいくと。例えば、円と直線がこういうふうに接している場合は、接点と中心を結んであげることによって、ここが垂直だということがわかる。はたまた、円同士が接している場合、この場合は、まあ、接点があって、中心があって、中心と接点、中心っていうふうに結んであげると、この3点が一直線にあることがわかるわけですね。こういった性質をうまく利用してあげて、例えばここに中心があったとき、ここが接しているから、ここが垂直になると。で、はたまた、ここが接しているっていう条件から、円と円が接しているので、円の接点と中心が一直線上にありますよと。まあ、このことから、例えばね、ここの半径は1なわけだけど、半円の半径を R とすると、ここが R だから、この長さは R-1 ということがわかるわけですね。これがもう鉄則。じゃあ次にね、この問題の場合、もう一つね、考えなきゃいけないことがあって、それが、対称性を利用するっていうことなんですよ。どういうことかというと、今回ね、この4つの円が全て半径1の円なわけじゃないですか。そうしたら、まあ、これね、円の中に入っている4つの円が全て対称だということがわかる。まあ、これね、このことから、例えばね、こういうふうに半分にスパンと、この半円を切ってしまえば、左と右に2個ずつの円が入ると、いうことがわかりますね。これが対称性。さらに言うと、それぞれのね、四分円、4分の1の円を、さらに半分にすることによって、この8分の1の円、一つ一つに、この大きな円が、スポッと入るということがわかりますよね。こんな感じで考えていくことによって、ここの角度が45度、45度ということがわかる。じゃあ、あとは、この2つをうまく組み合わせてあげることによって、どういうことがわかるかというと、まあ、ここね、結んであげて、ここ結んであげて、まあ、ここね、まで結んであげると、ここが接しているわけだから、まあ、当然ここもね、結びたくなる。ここの長さが1、1。で、ここも1、1。で、ここも当然結びたくなる。だから、ここ1と。で、ここのね、長さ R とすると、ここが R-1。ここも R-1 という風になって、ここはね、45度、45度なわけなんだけど、このね、直線によって、この45度2等分されますよね。この角と、この角と、この角と、この角が全て等しい。まあこれね、よくある形で、円の外側から2本の接線を引くとき、まあこんな感じで、2本の接線を、この点から引くとき、中心と結んであげたときに、この角が2等分されますよと。まあこういう形はね、しょっちゅう出てくるので、しっかりと見抜いてあげましょう。この場合も、この円の中心からこの円に対して2本の接線を引いてるわけだから、この角は当然等しくなると。これを利用してあげることによって、この青の点一つは 22.5 度ですよね。そうしたら、この三角形に着目してあげることによって、まあ 1R-1、22.5 度と。こういった形ができるということがわかるわけですね。じゃあ、あとは、このね、形を利用して R を求めていけばいいと。まあ、この 22.5 度っていうものをどういうふうに使っていくかっていう話なんですけど、これは、ここにね、二等辺三角形を作るということによって、ここが45度になるんですね。45度と。
このことからここが1、ここがルート2、一体一体ルート2になって、ここが二等辺三角形なんで、ここルート2と。よって、まあここね、三平方の定理を使ってあげて、r-1 の2乗イコール1足す1プラスルート2の2乗と。まあこれ計算すると、ここは3プラス2ルート2になるから、4プラス2ルート2。よって r イコール、これのルートで、-1 を移行して、1プラスルート4プラス2ルート2という風になるわけです。こんな感じで、しっかりとね、まあこういった最低限の型っていうものを意識しながら、こういうあるあるのね、円に対して2本の接線を引くパターンっていうものを見抜いてあげて、あ、じゃあ結局ね、この 22.5 度を含む直角三角形の長さの比っていう問題に帰着するんだというふうに解くことができるわけですね。まあこの問題ね、別解としては、この三角形、ここの角度がね、45度になるので、この三角形において余弦定理を用いて R を求めるということもできます。じゃあ続いて、半円の半径が分かったので、ラスト、この円 E ね、こいつの半径を求めていきましょう。まあ、こいつにね、着目してあげると、これも結局、接している部分があるわけだから、この接点をね、うまく結んであげるわけだね。接点と中心を結んであげると。で、さらに対称性を利用して、まあ、こんなね、直角三角形っていうものを作ってあげると。そうしたら、この半径が1、1。で、求めたい半径を r' という風に置いてあげると、まあ、ここにね、直角三角形ができますよね。で、ここでもう一つね、ここが接しているっていうところから、まあ、こういう風に、この中心と、この中心っていうものを結んであげて、ここが1。で、ここの部分の半径がさっき求めた R なので、ここがルート4プラス2ルート2という風になるわけね。まあ、ここまでね、来たら答えまで一直線ですね。ここの三角形をここで切り取ってあげると、まずはここのね、直角三角形から、この高さの部分の長さがわかります。この高さのね、長さ H とすると、H イコールルート、この斜辺の2乗引く1。で、こいつは、ルート3プラス2ルート2で、まあ、これね、二重混合を外してあげると、ルート2プラス1みたいになるわけですね。そうしたら、結局、そうすると、今度はね、この三角形に着目してあげると、この高さが、ルート2プラス1、マイナス r' と。だから、ここでもう一回三平方の定理を使ってあげることによって、1プラス、ね、これ1の2乗足す、これの2乗、イコール、これの2乗と。こういう風になるので、あとは r' を計算してあげると、4分の2プラスルート2と。いうふうに求めることができるわけです。よろしいですかね？まあ、こんな感じで図形問題、どこに着目すればいいのかっていうことをしっかりとね、見ていく。で、その時の最低限の型っていうものを抑えながら、一個一個ね、あ、今回じゃあこの直角三角形に着目していこうと、どんどん、全体の中から必要部分を切り取って、しっかりと解けるようにすると、この考え方をしっかりと押さえておいてもらえたらいいかなと思います。ということで今回慶応義塾大学の面白い問題を解説してきたんですけど、今後もこういった面白い問題をたくさん解説していこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。